ジョン・サルバトーレ・ロミータ・ジュニアはアメリカ合衆国のコミックのアーティストである。1970年代から2010年代、現在までマーベル・コミックスで多くの作品を手掛けており、JRJR の略称で知られている。1960年代よりスパイダーマンのアーティストの一人を務めているコミック作家のジョン・ロミータ・ SR の息子に生まれる。ジョン・ロミータ・ジュニアが初めて、 マーベルコミックスに貢献したのは13歳の時に、アメージング・スパイダーマン第78号で、プラウラーが創造された際であった。ロミイータ・ジュニアは、マーベル UK でキャリアを始め、アメージング・スパイダーマンアニュアル第11号の、カオス・アット・ザ・コーヒー・ビーンと題された6ページのストーリーで、アメリカデビューを果たした。ロミイータの初期の人気は1978年に、 ライターのデイビッド・ミッチェリーニとアーティストのボブ・レイトンと共にアイアンマンのランナーとなった際に始まった。このクリエイティブチームはスタークのボディガード兼ガールフレンドであるベサニー・ケーブやライバルの実業家であるジャスティン・ハマーといった脇役を生み出した。1980年代初頭にはアメージング・スパイダーマン誌に参加し、また新たに創刊されたダズラー誌のアーティストも務めた。 ロミータとライターのデニス・オニールは、アメージング・スパイダーマン第210号で、マダム・ウェブ第212号で、ハイドロマンを初登場させた。1982年にロミータは、マーベル・コミックで、初めてのリミテッドシリーズである、マーベル・スーパー・ヒーロー・コンテスト・オブ・チャンピオンズの作画を、務めた。アメージング・スパイダーマン誌で、ライターのロジャースターンと働いていた頃には、 ホブ・ゴブリンを共同で創造した。1983年から1986年までは、アンキャニーメンにダン・グリーンとライターのクリス・クレア・モントと共に参加し、法事を共同で生み出した。ロミータは1993年にもアンキャニーメンに復帰した。1988年から1990年にかけては、ライターのアン・ロセンティ、インカーのアル・ウィリアムソンと共に、 デアデビルを手掛け、タイフォイドマリーを創造した。彼は後に、私が DD を手掛けていた間、私が初めて作成プロセスの一部であったように最終的に感じたと述べている。1990年代には、アイアンマンに復帰して、ジョン・バーン脚本のアーマー・ウォーズ2やパニッシャー・ウォー・ゾーン、ミニシリーズ、ケーブル、DC コミックスとの企業間、クロスオーバー、パニッシャー、 バットマンを手掛けた。この間にインカーのクラウス・ヤンソンと頻繁に活動した。1993年にロミータはフランク・ミラーとコラボレーションしてデアデビルのオリジンストーリーデアデビルザ・マン・ウィズ・アウト・フィアーを手掛けていた。このストーリーは当初は64ページのグラフィック・ノベルであったが144ページに増加し、最終的に全後号のリミテッドシリーズにまで大きくなった。 1998年7月にロミータは、ダン・ユルゲンと共に、そう、1999年1月には、ハワード・マッキーと共に、ピーター・パーカー、スパイダーマンをリランチした。2001年にロミータは、スパイダーマンに復帰し、ライターの J. マイケル・ストラジンスキーと共に、アメージング・スパイダーマン第2期第30号より、参加した。このクリエイティブチームは、 アメリカ同時多発テロ事件への犠牲者への追悼の物語である第36号を執筆した。2004年から2005年にかけてはウルバリン、ブラックパンサー、セントリー、アルティメットビジョンを手掛けた2006年、ロミータはジャック・カービーのエターナルズを再解釈したライターのニール・ゲーマンによる全7号のミニシリーズを手掛けた。2007年にはグレッグ・パック脚本によるマーベルの 大型クロスオーバー・リミテッドシリーズ、ワールド・ウォーハルクのアートを担当した。2008年にロミータは再び、アメージング・スパイダーマンに復帰した。他に、マーベルのアイコンコミックスより出版された、マーク・ミラー脚本のキックアスを手掛けた。これは後に映画化され、ロミータはプロデューサーの一人を務めたほか、映画の中のアニメーションによる改装シーンを監督した。2014年2月、 DC コミックスは、ジェフ・ジョンズ脚本による、スーパーマンの第3期シリーズの作画を、ロミータが手掛けることを発表した。ロミータの、スーパーマンでは、クラウス・ヤンソンが、インカーを務めるロミータの絵は、父のジョン・ロミータ SR、コミックアーティストのジャック・カービィとジョン・ビュッセマ、画家のワイス・ファミリー、イラストレーターのチャールズ・ダナ・ギブソンから受けている、アイコンコミックス・マーベル・コミックス、 DC コミックス、ありがとうございます。